今日2時半から官邸、参りまして、菅総理と会談をしてまいりました。私どもは石原幹事長と2人で参り、向こうは岡田幹事長が同席をされたということであります。まず菅総理からはこの間の福島原発の取り組みについて、ご報告がありました。これについてはしっかり取り組んでいただきたいということを申し上げたわけであります。そして私の方からはお手元にお配りをしたペーパー、これを用意いたしまして、これを菅さんに総理に申し入れたということでございます。やはり非常にこの今度の地震の規模は大規模なものであって、我が国ができて以来の大災害だと、非常事態だという認識をやっぱり基本に持たなければいけないだろうと。それから対応の体制についても組織的な体制を整備してもらいたいということで、こういう災害の場合は陸上自衛隊が中心になるけれども、海自空自それぞれ、の力を活用すべきであると。それから10万人体制と言っておられましたが、なかなか現役自衛官で足りないということであれば、予備自衛官あるいは退役自衛官にも呼びかけるということが必要ではないか。それから海上保安庁もヘリ搭載型の巡視船があるので、こういうものも十分活用して被災地沿岸に集結すべきではないか。それから警視庁あるいは各道府県警の機動隊の動員体制というものがきちっとできているかどうかと、いうようなことをやってほしい。それから米軍との関係では沖縄の海兵隊の協力、これを要請すべきで、あるということ、あるいは米軍の上陸要集艇を用いた日米共同で、海岸にまだそのままになっているご遺体を収容するようなことはできないか。それから外国からのレスキュー部隊も次々と来ておりますが、こういう方々にうまくやはり力を活用させていただくためには、外務省を中心にその体制をしっかり取るということ、それから対応の際の基本認識という3番目に挙げたことでございますが、やっぱりこれは言ってみれば国民運動というか国を挙げてというような雰囲気が出てこないと、なかなか我が国の復興ができないのではないかと。少なくとも、今例えば現場の知事さんなんかは人命救助とかそういうことにまず当面かかりきりになっておられるのは、それはその通りだけれども、さらに復興段階というところになってくれば、当然のことながら各関係の知事、それからもちろん閣僚、それから決して、政界というだけではなくて、経済界その他民間の方々にも入っていただいたような総理を中心に据えたですね、そういうような組織を作ってしっかり対応していく必要があるんじゃないかということ。それから PR 体制についても、福島の原発の問題等では相当発表の仕方を巡ってですね、気をもまれたり不安を増幅された方もいらしたように思うんで、要するに相当事柄は技術的専門的なことにもわたっておりますので、専門家の中から、つまり技術もよく知っている、そうして説明もしっかりできる、そういう人材が、いるはずだから、そういう方をうまく使って、コミュニケーションを図るべきではなかろうか、いうようなことを、申し入れました。それでこういったことを申し入れまして、あといろいろお話の中でですね、例えば東北地方選出の国会議員たち、我が党の国会議員たちが今
地元に帰っていろいろ被害の現場も我々の耳に刻々と入ってくるわけですが、例えばこれだけ津波があれば東北の太平洋岸の水産業漁業というのはまさに壊滅状況で、今まで水産に対しては例えばその低利融資をして頑張れと頑張ってほしいというようなことをやってきたけども、とてもその低利融資というようなことだけでは水産業が復活できないのではないかとか、いろんな問題点が出てきておりますねというようなことも申し上げ、でそういうことを考えると包括的なその震災対策災害復興支援立法といいますか、まあ、名称はいろいろですが、何かそういうものを総合的に考える必要があるんじゃないかと。でこれは当然補正ということにも関連してくるが、これは膨大な財源がいることになると。でそれをじゃあ 国債発行だけで果たして賄うことができるのかできないのかというようなことも総理には真剣に検討していただかなければならないけれども、例えば国民の中にも何かこの際協力をというような気持ちがあることも事実で、そういったことを考えると何か時限立法でそういったことをお願いするような措置ということもあるいは考えなければいけないのかもしれないと、まあ、いうようなことを申し上げました。それからあとはとてもその統一地方選挙は規定の時に行えないところもあるんで、これも早く方針をきちっと決める、これも立法が必要だろう、まあ、そういうようなことも申し上げました。要するに総じて言えばやっぱりここで何て言うんでしょうか、まあ、デフレも続いて景気も悪い時に、地震に津波で弱り目にたたり目だというような気持ちでみんながいればなかなか復興はできないと思うから、関東大震災の後にも後藤新平は大風呂敷を広げたと、まあ、大風呂敷がいいかどうかいいけれども後藤新平の大風呂敷と語り草に、なってるではないかと。アメリカも世界恐慌の時にはテネシー側でニューディールというものを、テネシー側などでニューディールというものをやりましたね。東北復興ニューディールみたいなことにやっぱり国民の気持ちを一つにしていくというようなことが政治が一番考えなきゃならないことではないか、まあ、そういうようなことを、申し上げてまいりまして、よくご検討いただきたい、まあ、こういうことで帰ってきたわけであります。私からは以上です。それでは質問を受けいたします。社名指名を名乗ったの総裁の指名を受けてからお願いいたします。はい、どうぞ。うん、まあだから財源を考えますときにね、何かまあこれ名称はまだあれですけど復興支援税制といいますか、そういうようなことをあるいは考える必要があるかもしれないと。とにかくそれはもっと言えばいろいろ無駄を省いてた財源を作るとかいろんなことがあるわけですが、何かこれだけの財源を単に今これだけ公債が溜まっているときに果たしてそれでできるかなと。やっぱり国民の間に何かこういう時に一緒になって頑張らなきゃというお気持ちがやっぱりあるように感じますのでね、まあ、これは十分よく検討しなければいけないことですが、そんなことでございます。これに対して総理がどういうふうにお答えになったかというと、この税制というのは募金を募るというよりももっと広範囲に一人一人が具体的に税金を払うことで、そういう振興に当てるというか、まあ、それほど詰めて考えたわけではまだありません。募金というのもあるかもしれませんが、やっぱり相当この何度も申し上げているようにあれだけの災害を見ますとね、あれを復興させていくというのはこれ相当知恵を絞らないと、結局何をやるにも資金がなくてやれるわけではありませんので、相当知恵を絞らなければいけないと思います。うん、それでまあ我々は今日の我々の会合でも出ましたけれどもね、
やっぱりこれだけの資金の調達というのはそのよっぽど工夫が必要で、本当にその我々がばらまきと批判してきたようなものを温存しただけでできるのかっていうのがまずやっぱり あるわけです。そこのところはやっぱりまずメスを入れていくということは当然の前提でありますけれども、そういったことも視野に入れながらさらに何が必要かという検討も必要じゃないか、まあ、こんなふうな気がこんなことを、まあ、考えるわけです。よろしいですか。はい、時事通信の報道ですけれども、今総裁が国民から広くとおっしゃったんですけれども、その趣旨からいくと消費税を引き上げるとかですね、そういうようなこともアイデアになって、まあそこは詰めたわけではありません。消費税の議論はもう少し別な議論として今までやってきましたからね。私の申し訳ないんですが、ということはその次元立法で、まだそこまで詰めたわけじゃないんですよ。どうその財源をこの作っていくかということは真剣に考えなきゃならないという大きな枠組みがまずあるわけです。はい、どうぞ。先ほどばらまき温存で、いいのかというのがまずあるとおっしゃいましたけど、例えば子ども手当てですね、まあ、増額分をご活用するとかいうのは提案はどうされたんでしょうか。今日はしておりません。もう今まですでにそれ散々申し上げていることであります。これをもっと活用する、ばらまきをやめるべきだということはですね、実はまあこれを議論しますと今度の予算に対する評価の、まあ、中軸部分ですよね。はい、いろいろなその大きなお金が必要なときにですね、まあ、臨時増税ということは湾岸戦争のときにですね、法人税を引き上げるということもありました。一方で阪神大震災の復興をめぐってはですね、どのような財源を使うのかということがいろいろと議論されてですね、なかなか進まなかったという歴史的事実もあると思います。今回言われた総裁の問題意識が結構なんですけれども、そういった財源問題を国民全体に助け合いの気持ちというのを沸き起こして、ここになっていこうというそういう発想なんです。まあ現にですね、今見ておりましても、なんかそういうことをしなきゃというお気持ちは相当あるように思います。それはボランティアという形で何かやりたいと私どものところに行ってみる方もありますね。それからまあ自民党として募金運動をやれというような方もいらっしゃるわけですが、まあそういったやっぱりみんなでやろうぜという気持ちを何ていうか作る必要があるなという気はいたしますね。先ほど の震災復興支援の立法と聞けた後に今の財源に関する事例とか、この辺のご提案についてはその総理の方の反応はどうだったか。まあいろいろこれから協議していきましょうというご反応でしたよね。それでまあ具体的にはじゃあまた幹事長同士でというようなお話でした。よろしいですか。他にご質問は。はい、どうぞ。共同通信に伺いました。先ほど相沢国対委員長が安住国対委員長と、会談されてですね、地方交付税に関して、まあ、最終的に総裁の了解を得なければならないけれども、こういう前提状況であるので賛成すべきだという考えを伝えたというふうに、お話になっているんですが、総裁のお考えはいかがでしょうか。まあこれはですね、交付税、地方交付税のこの今度の案は筋から言えば誠に筋の通らないものであります。しかしまあ現実に特にこういうふうになってまいりますとね、地方自治体とやはり支出が財源がなくて支出ができないというわけにはいかんだろうと思います。まあ従いまして、その論理的な結論というよりも、まあいわば政治的にこの際そういうことを動かすべきではないかという、ざくっと言えばそういうことでございます。賛成ということでよろしいですか。まあその方向で考えていただいていいんじゃないかと思います。他にご質問はよろしいですか。どうも。すみません、確認なんですが、投資会談は、国会の対応であるとか、
そのそういったことについては特段意見交換というのについてはあの今まあ総理の意図としては、まあ今はもちろん当然のことながら生命いかにして命を守るか救出をするか、そういうことに全力を傾けるのは当然だけれども、また週が明けるとそのいろいろな国会実務というものがあるだろうからよろしくというお気持ちはあったんだろうと思います。協力はお願いするということはございました。よろしいですか。それではこれにて総裁、はい、会見を終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。